この50年間で地球上の人間の数というのは約2倍になっております。で、2倍になった人間が昔と同じ量の魚を食べるとですね、だいたい魚の消費量は倍になるはずなんですけども、実はこれが今5倍になっております。これは自然が自然生態系の中で自然にできるその魚の量をはるかに超えておりまして、約4割は養殖業ということでですね、自然生態系が生み出すその量とはまた別に追加で人間が作っているという状況でございます。持続可能な生産と消費というものを、その海洋水産物でやっていこうというものを総称してサステナブルシーフードというふうに呼んでいます。これは持続可能にですね、長い将来にわたって環境を汚さずに、なおかつその海洋水産資源を減らさずにですね、生産性を高めて長い間にわたって海洋水産物を使い続けるという仕組みでございます。サステナブルシーフードという言葉自体がまだ馴染みがないのが実情です。で、そういったことを伝えていくためにも、実は我々一人一人ができることがあります。それは認証制度のエコラベルを選択するということです。で、天然であれば MSC 認証というものがあり、養殖漁業であれば ASC 認証というものがございます。それを例えば積極的に買う、それを通じて漁業者、環境に合わせた漁業を行う漁業者を応援する、そういう仕組みを広げていく、そういったことができるのではないかと思っています。トクラはですね、2011年の震災で全ての牡蠣養殖施設を失ってしまいましたが、その後環境に配慮した養殖をやろうということで、3分の1にまで施設数を減らすという大英断を行いました。で、その結果として牡蠣の生育が良くなり、環境も良くなり、で、それを我々が ASC 認証という形で、応援できないかということで、2015年にですね、認証審査に入りまして、2016年ですね、日本初の ASC 認証を取得するということに至りました。 WWF が2011年からですね、トグラの環境の再生活動ですとか養殖の認証を取得するような支援活動を行っていますが、2014年からですね、Panasonic さんに我々の活動を支援いただいてまして、そういったトグラの認証取得支援の活動に使わせていただいています。生産者の皆様の支援にとどまらず、消費者となることによってサステナブルなサプライチェーンを実現できるのではないかということで、社員食堂に導入することを考えました。私どもが取り組もうとした時にはまだ COC 認証を取得しておられる給食会社さんがおられなかったので、認証の取得のお願いから始めました。そのために半年ぐらいの期間が必要でございました。2018年3月22日に本社の社員食堂で初めて導入することができました。その後は他の給食会社さんにもお願いをして、今では6社の給食会社さんにご対応いただいており、私どもの拠点も12拠点まで増えることができました。社員食堂にサステナブルシーフードを導入するのはあくまでもスタートだと考えております。サステナブルシーフードを導入することによって、社員の皆様にサステナブルシーフードの重要性ですとか MSC、ASC 認証を知っていただくことによって、社員食堂でもちろんサステナブルシーフードを選んでもらえますし、社外でもスーパーに行ってもサステナブルシーフードを選んでもらえるようになるのではないか、そのような消費行動を変革できることになるのではないかと考えています。そういうことを通じて SDGs の達成への貢献であったり、持続可能な社会づくりに貢献できるのではないかと考えております。私どもは国内で10万人、グローバルで27万人の従業員を抱えておりますが、それでもさらに大きな社会的なインパクトのことを考えますと、他の企業の皆さんにもぜひ賛同いただいて社員食堂への導入を進めていただければと考えております。2015年に国連が SDGs を採択し、その後社会からですね、企業に対するその SDGs の対応がすごい期待されています。で、その中伝送としましても、どうやってアプローチをしていこうかというのを検討してまいりました。まずはサステナブル方針を作りまして展開で、それをうまくですね、どうやって展開していこうかなという中で、パナソニックさんの方のサステナブルシーフードの取り組みを知ることができまして、これはいいということで採用しようと考えました。社員の方からは美味しいと言っていただいておりますし、またこの活動を通して SDGs というのを認知していただいたかなというふうに理解しております。また食堂の方もですね、メニューを作るにあたってすごくモチベーションを高くですね、やっていただいているのかなというところもいい面があったかと思います。今後はですね、伝送グループ17万人にこういう活動を伝えていきたいと考えております。私どもは
これからもサステナブルな生産者の支援とサステナブルな消費の拡大に向けて取り組んでいきたいと考えております。このことを通じて SDGs 達成への貢献や持続可能な社会づくりに貢献したいと考えております。 Panasonic